おの市にある、番州ソロバンのモニュメント番州ソロバンとは、兵庫県おの市を中心に製造されている、兵庫県の伝統工芸品で、1976年に、通商産業省伝統的工芸品に指定された、地域団体商標に登録している。天正年間に、豊臣秀吉が、三木城を攻略した際、大津地方に逃れた住民が、大津ソロバンの製造法を習得し、 彼らが、おの周辺に帰郷して、ソロバンの製造を始めたことが、晩秋バンの起源となった。カバ、杖、黒炭などの木材が使用される。国内のソロバン市場では70%の市場占有率を占めている。1960年代には350万丁の晩秋バンが生産されていたが、現在の生産量は15万丁程度である。海外において、 ソロバン教育を取り組んでいる国の貧しい子供たちのために高品質なバンシューソロバンを寄付する活動が行われている。2010年9月から11月までの2ヶ月間で約1200兆のバンシューソロバンが集まり、その大半が個人からの寄付であった。この約1200兆のバンシューソロバンは2010年11月中頃にトンガに送られ、今後チュニジアにも送られる予定である。 おのし伝統産業会館版集ソロ版日本の伝統的工芸品館内の紹介ページ。ありがとうございます。